復活するのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は26巻とサウスについてお話をしていきたいなと思います。まあこの26巻というところで2月17日に発売されたということでね、今回はこの26巻に載っている内容からの考察だったりとか、まあサウスという人物についてっていうね、その辺に関して話をしていきたいなと思うんですが、表紙に関してはサウスっていうことが、まあ、少し前に公開されていたところではあるんですけど、気になる裏表紙ですよね。この裏表紙に関してはサウスの幼い頃ということでね、背景に描かれているのはサウスが育ったブラジルリオの貧民街ということで、ファベーラっていうことが作品内では言われてましたけど、それを背景として裏表紙には幼い頃のサウス、そして拳銃を持っているということで、これはまさしくね、今回の26巻の中にも書かれてるんですけど、227話でサウスの過去について描かれているということで、この時の5歳の頃ですよね。初めての暴力は5歳の時ディノの敵を殺したということで、この時のサウスっていうのが初めて拳銃を使った。で、裏表紙についてる返り血と全く同じ感じでね、サウスが描かれているので、おそらくこの時期になってくるとは思うんですが、裏表紙が過去っていうのを考えてみると、24巻では表紙がマイキーで、裏表紙では拳銃を持っていたマイキーっていうのがあったので、まあ、ちょっと拳銃つながりっていうところではあるんですけど、年代が違うっていうね、まあ、そう考えてみたらこれが一体何を表しているのかっていう、そういったところも気になってくるような部分ではありますけど、まあただやっぱりね、この表紙が公開された時にサウスめちゃくちゃかっこいいなというふうに思ったんですけど、実物を見てみるとさらにかっこいいっていうね感じもするんですけど、ただね、こうやって実際に実物を手元に置いて見てみると、やっぱりこの服装ですよね、服のデザインというか恐竜の鱗感を出すようなデザインになってると思うんですけど、色合いがどうしてもね、王騎将軍に見えてしまうということで、まあなんかそれをイメージしてるのかどうかっていうところではありますけど、まあ表紙に関してはかなりかっこいいねサウスになっているということなんですが、今回の中身に関しては225話から233話ということで、25巻の最後がマイキーが遊園地に来たっていうところで終わっていて、もうまさに今回の26巻では三点戦争が丸々26巻で描かれているということで、最後に関してはあの衝撃の回ですよね。マイキーがタケミチをボコボコにしてしまうっていう、なんてねはもうないんだなっていう、あの悲しいシーンですよね。まあ最後のページには時間三点戦争決着ということで、背景がね、なんか黒のモヤモヤみたいになってるので、黒い衝動をイメージしているような感じになっているのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、この次の27巻ですよね。27巻については2022年4月15日金曜日発売予定ということで、まあ、ちょうど2ヶ月後ですよね。2ヶ月後にまた27巻が発売されるということで、このね、26巻の表紙が出た時に次の27巻28巻の表紙の予想っていうところで話をしていたんですけど、まあ明石3兄弟について描かれるのではないのかみたいな話をしてたので、まあそこに関してね、がっつりクリスマス決戦のように描かれるんじゃないのかみたいな話もしてたんですけど、そのような展開になるのであれば28巻ぐらいでサンズとかが来るのかなみたいな話をしてたんですが、もうすでに27巻で収録されるであろう242話まで全部公開されているので、その展開で考えてみたら、まあ一つは三ツ矢の可能性でもあるし、三ツ矢ではなく終盤に描かれている明石三兄弟についてっていうところで、まあ、千住とか明石とかサンズが来るっていうね、そういった展開になってくるのかなっていうふうに思ったりもしますけど、サンズに関してはね、今まで一回も表紙になっていないので、まあ、この辺で表紙になってくるっていうのはかなり可能性としては高いですよね。やはり最終章での重要人物っていうのを考えてみたら、26巻サウスときて27巻サンズみたいなね、で28巻で明石とか千住も来るとか、まあ、裏表紙で三兄弟全員揃ってるみたいな、そういった展開になるのかなっていうふうに思ったりもするんですが、今回26巻が発売されたということで、まあ、三点戦争について改めて読み直してみると、やっぱりいろいろとね思うようなところはあるんですが、漢字とかに関してはいろいろ訂正されている部分はあるんですけど、それこそ六原短大の特攻服に関してはね、漢字がちゃんと一つに統一されていたりとか、明石さんっていう風に竹道が読んだ時の漢字ですよね、あれもちゃんと明石の明石になっていたりとかするんですけど、
今回はまあサウスに関してっていうところではサウスとマイキーの共通点っていうところで衝動をね持っているっていう部分がねあるわけなんですけど、230話でね千住とサウスが戦うっていうところで、まあサウスがね衝動が出てきてるところがあるんですけど、この時の描写を見てみると三点戦争の時のマイキーの衝動っていうのはもう完全に黒いものにね覆われている感があったんですけど、241話で描かれていたマイキーの衝動ですよね、あの衝動と同じような描かれ方がしていて、マイキーとサウスが衝動をうずいている時に出てきてるこの描写っていうのが千住が本気を出した時の描写と一緒なんですよね。そう考えてみたらこの千住の真の力っていうのもやっぱ衝動となんか関係してるのかなっていうふうに思うところではあるんですけど、ただね千住のやつに関してはそんな闇を感じるようなところではなかったんですが、まあ、千住に関しても一応闇を抱えていたっていうところでそういった衝動があるのかなっていうふうに思ったりもすると、まあちょっとその辺も気になるようなところではあるんですが、この衝動に関してはねいまいちまだ誕生の秘密っていうのがよくわからないですよね。サウスに関しては衝動がうずいたっていうところで12歳の時に愛を握って父と呼べる男を殴り殺したっていうところで、まあ、ディノを殺したっていうのがあるんですが、サウスに関してもいつから衝動を持っているのかっていうのがわからないんですけど、ただサウスとマイキーと千住の共通点っていう部分で考えてみると3人とも親がちゃんといないんですよね、まあ、サウスに関してはお母さんと暮らしていたっていうのがあって、千住に関しては父子家庭だったっていうところで明石が父親代わりみたいな形になってたんですけど、マイキーに関してはもう両親両方とも亡くなってしまっているっていうのでちゃんと両親からの愛を受け入れていないっていうところで、まあ、そういった共通点はあったりするんですけど、でそこからサウスに関しては父と呼ぶ男を殺したっていうのがあって、マイキーに関してはお母さんは病死でお父さんは事故死っていうのがあるんですけど、まあ果たしてそれがどうつながってくるのかっていうのを思ったりもしますし、千住に関してはねさすがに人殺しはしていないとは思うので、まあなんかこの千住の力についてもいつか明かされる日が来るのかっていうので、まあやっぱり気になるようなところではあるんですけど、まあ、ただ両親からの愛情をちゃんともらえていないっていうところで考えてみたら、ドラケンに関してもちゃんと親には育ててもらっていないので、それでもドラケンに関してはめちゃくちゃしっかりした人間に成長しているっていうのがあったりもするので、まあ親はあまり関係ないのかなっていうふうに思ったりもしますけど、まあ今回の26巻を読んで改めてサウスについて考えた時に今回最後に考えたいのはこのサウスの復活の可能性ですよね。これに関しては最近出してるショート動画の中でも復活の可能性があるのではないのかみたいな話をしてるんですが、やっぱりマイキーを完全に救い出すっていう展開があるとして、そのためにはやっぱり復活するべき人物っていうのが何人かいるわけですよ。それこそねマイキーの心と言われているドラケンとかっていうのがいたりとか、まあもちろんマイキーの心を完全に安定させるっていう部分ではエマとかバジとか新一郎くんっていうのも必要な存在にはなってくるんですけど、最低限マイキーの心を安定させる、空っぽになってしまったマイキーの心を安定させるためには少なくともドラケンの復活っていうのは結構鍵になってくるはずなんですよね。そもそもこの東京リベンジャーズの物語の序盤ですよ。序盤でアッくんがドラケンは死ぬべき人じゃなかったっていうことを言っているっていうのがあるので、もう本当の序盤からドラケンの存在は絶対に必要っていうことが言われ続けている作品でもあるので、そう考えてみるとマイキーが本当に幸せな未来を作るっていう部分ではやっぱりドラケンの生存は必須になってくるのかなっていう部分でもあるし、このサウスに関してもマイキーが本当に救われるっていう部分で考えてみたら、サウスってマイキーに殺されてるわけなんですよね。まあ、ただその後の後始末によってココが替え玉を出していたりとかはすると思うんですけど、替え玉を出していたとしてもマイキーが人を殺してしまったっていうところに関しては変えようがない事実になってくるんですよ。であれに関しては正当防衛とかそういったわけじゃないので、完全にあれって殺意を持って殺してる状態なわけですよね。で下手したらそのまま竹道のことも殺しかねなかったっていうのを考えてみると、マイキーはもう今完全に犯罪者になってしまってるわけですよ。
で、まあ実際未来でも梵天というね犯罪組織のトップに立っているというのがあるので、未来では完全に犯罪者になっちゃってるんですが、本当にマイキーを救うのであれば人殺しじゃない状態で救ってあげるっていう、そういった展開が必要だと思うんですよね。まあ今回の242話の中で、タケミチが新チームとして2代目東京卍会っていうのを作っていきましたけど、チーム名を東京卍会にしたっていうところだったりとか、東卍の総長はやっぱりマイキーくんだっていうことを言っていたっていうのを考えてみると、三帝戦争を見て元のマイキーはいなくなったっていうふうに思ってるけど、やっぱり東京卍会というマイキーの居場所を再び作ったっていう、そこに繋がってくると思うので、後々にマイキーは東京卍会に再び帰ってくるとなれば、まあそのまま総長の場所にね戻ってくるのかどうかはわからないですけど、総長の場所に戻ってきたとして、その時のマイキーって人殺しをしたっていう過去が残ってる状態なんですよね。そう考えてみたら、替え玉を用意することによって警察から追われるっていうことはないかもしれないですけど、黒い衝動とかが収まって闇落ちから救われたマイキー、正気を取り戻したマイキーっていうのがサウスを殺してしまったっていう過去をどう受け止めていくのかっていうところなんですよね。マイキーってもともとちょっと子供っぽい部分があったりとか、心が不安定な部分っていうのがあったりもするので、そう考えてみたら、人を殺してしまった俺はなんてことしたんやっていうので、その罪の重さだったりとか、タケミチのことをね殺そうとしてしまったっていう、その辺とかも受け止めてしまったら、もうこれ以上誰も傷つけないために自ら命を落としてしまうっていう、そういった展開も十分あり得たりもするので、そうなってくると、やはりその部分を何とかしないといけないんですよね。まあ一つの可能性としては、そのまま救われて一度少年院に入るっていう、そういった展開もあり得るかもしれないですけど、実際カズトラに関しても血のハロウィンが終わってから全てを背負って生きていくっていうので少年院に入っているっていうのがあるので、マイキーだけ正気に戻って救われた後に自分の罪を償わずにそのまま生きていくのかって考えたら、それってやっぱりしっくり来ないわけですよね。カズトラはちゃんと少年院に入って自分の罪を償っているし、マイキーはそのカズトラのことを許しているっていうのがあったりもするので、このまま罪を犯した状態で救われるのであれば、マイキーも何かしらの形で罪を償っていくっていう、そういった形になってくると思うんですよね。じゃあこの物語の最後がマイキーが少年に入って終わりですっていう風になるのかっていう部分なんですけど、まあ人を殺してしまったっていうところがあったりするので、まあそこに関しては替え玉が出てることによってどうなるかわからないですが、カズトラと同じぐらいね少年に入ることになるってなったら、少年の中でカズトラとマイキーが仲を取り戻していくって可能性もあるし、最後の最後は面会室でタケミチとマイキーが喋りながら最終回迎えていくっていう、そういった展開もねイメージはできるんですけど、ただやっぱり本当にハッピーエンドっていうので行くのであれば、マイキーを完全に救っていく。そうなってきた時にやはりサウスの復活ですよね。サウスの死っていうのを阻止することによって、マイキーが人殺しになることをやめていく。マイキーが人を殺した場合どうなっていくかって考えたら、フィリピンマイキーの時のことを考えてみると、人を初めて殺した時何も感じなかったっていうね、あれがあったりもするので、このサウスを殺した時のマイキーに関してもね、特に何も感じてないわけですよね。普通に無の状態だったわけですよ。普通にサウスを殺して次はお前だみたいな感じで、タケミチのこともぶん殴ったりとか、お前も死ねばいって言いながら明石の顔面蹴ったりしているわけなので、もうあのマイキーを見てみると、いつ誰を殺してもおかしくない状態という風になってきてしまうので、やはりその辺とかも考えてみると、マイキーがあの状態になる前に止めていくっていう展開ですよね。そのためにもサウスの復活っていうのが必要になってくるし、ここから描かれていく関東卍会との最終決戦っていうのを考えてみたら、その中でタケミチってマイキーを救うことを若干諦めかけている状態になってるんですよね。もうあの頃のマイキーくんは取り戻せないっていうことをタケミチが言っているわけなので、取り戻せないってはっきり言っちゃってるっていうのを考えたら、今のタケミチってとりあえずマイキーをぶっ飛ばして物理的にマイキーを止めようとしているわけなんですよね。じゃあその状態でマイキーが幸せな未来を迎えれるのかって考えたら、やっぱそうは思えないわけですよ。
黒い衝動に飲まれて闇落ちをしているマイキーっていうのは壊すことが全てみたいになってるわけですよね。でここからが佐野万次郎の時代っていうところで、マイキーが無双していく時代っていうのが始まろうとしているわけなんですけど、仮にこのマイキーが破れた時どうなるのかって考えてみたら、関東事変のイザナとちょっとダブってしまうわけですよ。あの時のイザナって喧嘩で負けちまったらもう何も残らねえっていうところで、そこから拳銃をマイキーに向け出したっていうのがあったりもするので、今のマイキーが負けてしまったらどうなるのかってところですよね。ドラケンがマイキーに対して敗北の空を見せたいっていうふうに言っていましたけど、果たして敗北の空を見たマイキーがおとなしくなるのかっていうところなんですよ。それのとこも考えてみると、負けたことによって正気を取り戻す可能性はあっても、そのままやっぱりマイキーが自ら命を落としてしまうっていう、そういった可能性もあったりもするので、そう考えてみたらこの関東卍會と東京卍會の戦い、ここから描かれていく戦いが終わった後に再び過去に戻っていくみたいなね、そういった展開も十分あり得るのかなっていうふうに思ったりもすると、ドラケンの復活だったりとかサウスの復活っていう、その辺とかも描かれてくる可能性としては十分あり得るのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。そしてこのタイムリープでところに関しては、次回の動画でもねお話をしていこうと思うんですが、とある人物とタイムリープの関係というところで、そこに関してね次回の動画でお話をしていこうと思うので、ぜひそちらの動画もチェックしていただければなと思います。はい、ということで今回は26巻とサウスについてお話をしました。ぜひこのネタにかもとられましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。そのまた次の動画でしましょう。